聖書にある話があるんだ。口を閉じてろ。まあいいさ、意味はない。神は信じてない。だが聖書はいろいろ読んだよ。好奇心からだがね。覚えてる話がある。ある男がエルサレムからエリコまで旅をしていた時に邪悪な男たちに襲われた。男たちは旅人の服を剥ぎ取って何度も殴り放置した。そこに祭司が通りがかり、旅人を見たが道の反対側に渡り行ってしまった。次に神に仕えるレビ人がそこへやってきて瀕死の旅人を見た。そしてそのレビ人もまた道の反対側に行き通り過ぎてしまった。だがそこへサマリア人が通りがかった。この男は血を流して倒れている旅人を見ると厄介なことになるかもなどと考えることなく立ち止まって手を差し伸べた。サマリア人は油とブドウ酒を継ぎ傷の手当てをした。そして旅人を宿に運ぶと持っていた金をすべて主人に渡して旅人の世話を頼み、自分は旅を続けた。サマリア人はただ旅人が隣人だったから助けた。彼は自分の町と人々を愛した。私は自分がこの話のサマリア人だと思っていた。おかしいだろう。立派な人間でも自分の本質に気づかないことがある。何が言いたい？私はサマリア人じゃない。祭司でもなくレビ人でもない。私は旅人を襲った邪悪な男なんだ。旅人があの道を通ったのが運の尽きだった。